白川優也は日本の俳優、会社経営者、脚本家、福岡県出身、愛称は優、おすちゃん、柔道二段肉体派ながら甘いマスク。2020年現在、自らの会社経営とエンジン株式会社、エンジンエンターテイメントの取締役も務める。飯塚市生まれ、小、中学校を地元で過ごす。高校は、 中学から始めた柔道の特待生として、山口県、多田ラ学園高等学校に入学し、3年間柔道に打ち込む。インターハイに出場し、山口県指定強化選手国体指定選手に選ばれる。柔道2段を保持。高校卒業後、建設現場で働き、洋服が好きでアパレル関係に就職した経験あり、2010年建設現場で働いた経験を活かし、 個人会社、東亜議研を設立する。2014年会社を法人化し、社名を、株式会社東洋開発工業に改める。2017年 KBC テレビ、朝ですに、会社代表者としての出演をきっかけに、翌年2018年1月から、コミュニティ FM、コミュニテンにて、各週火曜日の20時から20時55分ラジオ、番組、You a r Voice がスタート。 もともと俳優業に興味があり、エンターテイメントの仕事がしたいという気持ちが昔からあった。2018年たまたま現在の所属事務所、エンジン株式会社の代表を務めるからと漁師のホームページを見つけ連絡し、コンタクトを取る。2019年正式に、ニューヨークアクターズスタジオの東洋人初の正会員である前平野に指示し、メソッドアクティングを学んだ。 原と漁師に弟子入り、本格的にアクティングメソッドを学ぶ、2020年エンジンエンターテイメントに俳優として所属する。ありがとうございます。